激しい。ヒロンがめちゃおしっぽフリフリしてるよ。ヒロン、ちょっと待ってな。はい。近所の本屋さんでずっとね、売り切れだったんですよ。なんか、発売日、ね、忘れちゃってね、買えてないんだよね、呪術廻戦の中国語。買えてなくて、なのでね、今からね、本屋さんに行って。ちょっと遠くの本屋さんだけど、あるって言って電話で聞いたらあるっていうので、焼いてる間にケーキを電話して、すみません、呪術廻戦の15巻ってそちらにありますか？聞いたの。じゃあね、ありますよって言ってくれたからね。から今から行きたいと思います。はい。じゃあ白黒行こうか、下に。白黒下行か。今日雨降ってるからね。ベランダ出られなかったね。残念。ちゃん、よし。危ない。よし、下行こう。よし、行こう。はい、ということで今車です。今からね、本屋に向かいたいと思います。でさ、あのファンブックあるじゃん。ファンブックも公式のあの多分同時発売だと思うので、いやでもさすがに売ってない気がする。だって呪術廻戦人気じゃん。だからちょっとさ、もうないと思ってたの。だから、ちょっと、まあ、あったら買おうと思いますが。はい。なんか一応行ってみたいと思います。じゃあ、行ってきまーす。買いました。買いました。見てください。よかったね。そうでもね、ファンブック売り切れだった。ファンブックはもうさすがに売り切れだったね。しょうがない。ファンブックはないと思ってた。そうね。まあよかったね、買えただけで。ね、よかったです。はい。じゃあもうね、ちょっと寄り道もしないで帰ります。リミちゃんがね、はい、帰ってきちゃうんで。まださんのパンチだよ。そっか。お手伝いしてもらってます。ね、今日遅くなっちゃったからね。そうだね、時間的にやばいよね。はい、これ昨日ね、あのジージとバーバの家にママとパパで行ったんだけど、はい、その帰りに近くのね、はい、スーパーに行ったら、はい、なんとこのお肉が半額だったんですよ。すごいよね。すごい。そうだからね、買って昨日食べようと思ったんだけど、ちょっと時間が遅くなっちゃって、はい、じゃあ明日にしようって言ってね、今日予定してたんだけど、今日もちょっとコロンの病院行ってたら2時間ぐらいかかっちゃって、もうやばい、もうバタバタです。やばいよね。うん、ご飯食べてないし、お風呂入ってないし。そうそうそう、本当は宿題終わってないんですよ。そう、本当はもうわかめスープとかサラダとかも作る予定で、はい、わかめとかね、ちゃんとここに今あるね、あるんだけど、ちょっと今回はもう時間がないので、お肉をさーっと焼いて、はい、まあ野菜だけちょっとさーっと炒めて食べちゃいましょう。はい、はい。歩かない。明日テストですか？はい、テストです。国語？国語のテストです。へえ。なんだ。ちょっと予習ですか？ちょっと教科書。予習じゃない、復習か。はい、テストだもんね。復習ですか？
教科書を読みます。読んだらテストはなんとかなる。まあね。教科書に載ってるから。でも国語ってさ、テスト勉強難しくない？難しい。漢字はまあできるとしてもさ、なんかね、もうやったわこれ、懐かしい。やった C で終わる様子を表す言葉、新しい、楽しい、苦しい、等しい、か、やか、やかと含むことは暖かいだ。まあ、あ、仲間の言葉を送り仮名をつけ方に合わせて同じように送り仮名をつけること、動かす、動くとつけ方と同じ、回しも楽しいのつけ方と同じ、読みにくかったり読み間違えたりする。本当に快適なの最近ね。今ベッドにベッド型にしててさ、本当にすごい快適なの。へえ、ダメだ、出ないよ、黄色にしよう、今日は机が汚いそうです。勉強のやりかけ、まだ全然終わってないし、この2ページ分やらなきゃいけないの、まだこれしかやってないらしいです。もう汚いでしょ、今日はソファーでやります。はい、これってさ、なんか硬いのもあればさ、すっごい柔らかいのもあってさ、そうなの、ね、硬いのはマジで硬くて、本当にすごいぐらい硬いの、柔らかいのはスーって言って、あ、今日柔らかいわ、バラバラなんですよね。黄色の匂い独特で、私はそんなね好みではないんだけど、まあ使うってことね。そうそう、あるからね、そう、4パックセットとかがあって、これ買っちゃってさ、黄色が回ってる。今ね、上にね、この高保湿タイプがあって、下のね、あの洗面所にスプレータイプがあります。へえ、日本使い。そうそう。でね、今日は動画撮るから上でしてるんだけど、お風呂出たらすぐになっちゃうのね。あ、そうなの？洗面所の感じ。だからさ、洗面所に最近さ、髪のオイルも置いてさ、そこでやって乾かして、上でもう一回髪をやるんだよ。なるほどね。最近さ、あの肌が全然上でやらなくて、そうそう、全然減らないって。ストリータイプはね、もう半分以下なの。へえ。下のこれぐらい。あと何それ？あ、ヘイエン。ワセリンは大事だよ。必ずニベアを塗ります。最近この匂いが好きなの。ああね、この前カバンスイートガーデンに入れてて、そうそう、この匂いが好きで、じゃあ乾かしてます。はい。撮ってんじゃん。あ、今からストレッチすんの？ということでね、もう10時過ぎてるんで寝たいと思います。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。すごい暗くなった。おやすみなさい。おやすみ。